コンマ1ミリ以下のサイズをですね、まあ、微調整すると引き出しが吸い付くように中に入れていくというのが大川の家具の特徴なんですよ。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。今年で109年になると思います。明治45年に創業になります。今で言えばもう総切りダンスだけを作っております。総切りダンスの一番難しいところはですね、最後の微調整ですね。コンマ1ミリをコンマ2ミリ、コンマ3ミリというたびに隙間がですね空いてしまうんですよ。気密性が足りないわけですね。例えば引き出しの上を押すとどっかの引き出しがまた飛び出してくる、引っ張るとまた吸い込んでいく、それが本来のスキルダンスの姿ですね。今後の目標というのは、伝統的な技法を駆使して新しいものづくりに挑戦もと考えています。大川市の風景で未来に残したい風景は、風呂具の中にある大楠ですね。風呂具のクスノキに雷が落ちまして、大木の枝がですね折れまして、でそのクスノキを使って私の父親がタンスを作ったと。ずっとなんか見守ってくれてたなと、そういう感じがします。